おびなた佐渡の神源直長は、美濃地郡古山城、現上美濃地郡小川村の城主、おびなた美作の神入道直忠の三男です。直長の死後、嫡男山城の神直家が後を継ぎました。天正10年1582年、武田勝頼の自害により武田氏が滅亡すると、おびなた直家は上杉景勝につくものの、慶長3年1598年、景勝が会津へ違法となると、小川村尾根山へ帰納しました。広田砦はその後不要となり、徳川時代に取り壊されました。おびなた氏は安住から善光寺平にかけて流通運輸の要衝の地を支配していました。武田信玄は越後から川中島に入る西の最前線基地として、この小川村の地をおびなた氏に任せていました。武田上杉、さらには小笠原など戦国大名の争奪戦の舞台となった宮佐村現大町市の千味城攻略などに、おびなた氏は深く関わっています。またおびなた家には大唐合戦の時の反守護軍大文字一揆の大旗が保管されていました。おびなた佐渡の神源直長の墓は、広田砦で近くの昇龍寺の墓地群の一角に祀られています。